スターオーシャンシリーズスターオーシャン EX。スターオーシャン EX は PS 用ゲームソフトスターオーシャンセカンドストーリー及び東真弓による同ゲームの漫画化作品を原作とした日本のテレビアニメである。2001年4月から9月まで放送された。略称はSOX。本作はスターオーシャンセカンドストーリーの漫画版をベースにしている。終盤は伏線を全部回収するべくほぼオリジナル展開となっている。インターネット配信では2004年4月2日から4月13日にかけてアニメ ch.com で第1話が無料配信され4月13日から10月31日まで有料配信された。その後、同年12月1日から翌年4月1日に再び配信された。加えて2004年6月から2005年3月31日、アニメート TV で有料配信された。台湾では2003年と2004年に東森総合台、2004年には中国電子公視で放送された。韓国では2003年から2004年にチュニバースから放送された。父親の指揮する戦艦カルナスに乗船し、惑星調査に同行していた少年のクロードは謎の時空転送装置により未開惑星エクスペルへと飛ばされてしまう。エクスペルには巨大隕石ソーサリーグローブの飛来から異形の魔物たちが現れるようになっていた。そこで魔物に襲われていた少女のレナを助けたことから元の世界へ戻るための旅が始まる。ありがとうございます。